ヨネちゃん TV トラです。どうも。今日はですね、一人で来てました来てましたというのは、今からBG さんと合流するんですけど、その前にちょっとね、神の木ね、深山発生してないのかっていう、そこをねちょっと調べにね、合流の前に来てみました。でね、ちょっと今からそっちに向かうんですけど、あ、神の木に今から行くんですけど、ちょっとどうなってるかですよね。ここでもういなければ、もうここでの深山はちょっと薄いかな。なんでもうちょっと標高の高いところにポイントを移して行こうと思いますので、はい、じゃあちょっと行ってみたいと思います。ヨネちゃん TV。 さあ、神の木はどうだ。来ましたけど、いないかな。見当たらないなぁ。落ちてこない、はあ、深山がいない。やっぱりもうこっちは終わってしまったかな。ここは国話がいましたよ。けど少ないな、やっぱり。はい、神の木来ましたけど、ちょっとこっち側からだと深山の気配がないですね。ちょっと裏側回ってみます。はい、ちょっと裏側来ましたけど、やっぱりこっちもいなさそうですね。ここにいないってことは結構厳しそうだな。上の神の木もダメだったし、こんなすぐ 1,2 週間で変わっちゃうんですね。じゃあちょっとこの状況を BG さんに報告して、今日の夜のポイントを考えまーす。いやー、今だいぶ落ち着きましたけど、めちゃくちゃ雨が降ってきましたね。これ大丈夫なのかな。もうあれですよ、ゴリラ豪雨ですよ、ゴリラ豪雨。いやー、どうしようかな、これ。とりあえずは行きますけど、なんか企画が変わってきそうですね。豪雨の後にクワガタはいるのかどうか。やむかな、その前にとりあえずビジーさんと合流します。
いや今日どうすかね、豪雨の後ですけどこの川の音川の音がいつもより激しい、うん、激しい。いや多分今日はあかんと思います気温もあれですもんね、気温もぐっと下がっちゃって、うん、やっぱり雨の後は、まあ、特に豪雨の後はダメか、うん、豪雨普通雨だったらまだマシだったんですけど、パラパラだったら今日ひどかったんであの雨の量がまさかのこっちに向かってくる途中でしたからね、かつ豪雨プラスあの風もすごかったんで、あそうなんですね、もう風もすごくて、なんかなんて言うんだろう、もう山の木がもうゆらゆらするぐらいひどかったんで、あの風がどこ行っちゃうんすかね、そういう時って。だから隠れるしかないですよ ね、うん、そのあんだけ揺れてて、はい、しがみついとれるのかなっていうところと、逆にもじゃあテクテク下に落ちてどこかしらに、なんかメスはなんか下に潜ってそうですけどねけどメスがいないとオスも出てこない感じですかね。じゃあまあでも基本やっぱもう最終の、はい、もうなんだろう 1,2 時間前とかに降っとったらだいぶあんまよろしくないじゃないですか、ね、あ、うん、なんでね、うん、今日はね我々がちょっと人柱になって豪雨の後に来てみましたということでね、なんでクワガタ見れるかどうかわかんないですけど、とりあえず行ってみましょうか。激アツの、はい、なんかなんていうんだろう、パチンコの日っていうかなんかの日に並んで抽選引いたらめちゃめちゃ最後だったのにまあ帰りゃいいのに打ってるやつ。あなるほど、うん、もう負け戦負け戦のそんな心境帰れよみたいないやーけど来てる途中に振られちゃったらちょっと、そうでもだってやる気ままで来ちゃったからさ、なかなか帰れないよね。ですね、まあいまいちだったらあれですね、美味しいもん食べましょう。そうですね頑張りましょうさらっと回りましょう。じゃあですね、はい結構いいサイズですね。うん、でかい。これ下手したら4時あるかもしれないですね。うん、うん、これがまたいい子を産むんですね。ね、きっと。いやこんな雨上がりに君は何をしてたんだ。大きいっすね、本当に大きい、うん、本当に大きい。多分40あると思う。え、オスいるんじゃないですか。うん、オスいそう。一応蹴ってみる、これ持っといてですね。蹴るね。はい、雨雨で分かんない。ね、下が濡れちゃってるんで、うん、なんか落ちる音もあんまりしないですよ ね、 ね、うん、これでっかいな、でも、うん、貴重な。これほんと多分でも久々の40ポイント測ってみます。測ってみましょうか。40ちょっと切るかなっていうぐらいだよね。ぐらいですね、うん、けどいい大きさです ね、 ね、すごいな、大きいな。 39.5 ぐらい。この辺りは全体的にでかい感じですね。ですね。ということはやっぱでかいの出てきそうだね。ですね。これ本当に今日豪雨降らんかったらなかなか暑かったかもしれないね。ですね、うん。すごかったですからね、うん、雨が。でもここはいるんじゃないですか、うん、でっかいのが。そこで本当はおるんじゃないですか。あー、ここの上の、ここですか。ここにもいないですもんね。一回蹴ってみようか。あ、え、そっちに落ちてきました。あ、落ちてた。あの、ごめんすですか。あ、ここにもいる。ちょっと戻しといてあげる。
でも少ないよね、ここ。ここにしては。うん、ここにしては。すっげえ猫いるもんね、普通のところ。うん、あ、ここに大きそうだ。猫の頭が。こんな豪雨の後でも樹液の匂いはしっかりしてますね。しっかりしてる。すごいなここ。本当いつもなんかウロとかのに潜んでるって感じですもんね。もう雨宿りです、ね。雨宿りみたいな感じで。とりあえず木が乾くまではって感じですかね。ほんとどこ行っちゃうんだろうな。ちょっとこれ蹴れるかどうかを。この長靴、ニュー長靴を買ったんですよ。素晴らしい。お願いします。あ、落ちた。すごい。え、2匹落ちた。トラ君キックで。でもう1匹おった。飛んどった。飛んでました。うん、飛んでた。これ幸先のいい。さすがトラコンキック。ニューナガグツキックですね。これはこいつじゃないですか。こいつじゃない。こいつはなんでこんなとこいるんですか。わかんない。いや多分落ちたんじゃない。雨のあれで音が気づかんみたいな感じで。なんか赤い、めちゃくちゃ赤い。赤いね。赤いんすよ、うん、足もめちゃくちゃ赤かった。赤いね。赤足かっていうぐらい。戻しといてあげよう。この辺でいいですかね。じゃあね。やっぱり雨の後はなかなか厳しいということですね。まあたまにはこんな動画もありですね。ただ出番になっちゃうけど、すごいいい感じだったもんね。ですね、うん、もう降ってなかったら最高だったんだけど、うん、1回豪雨が来ると次の日ぐらいですかね。うん、多分なんか結構 4,5 時間はその、うん、上がってくるまで、クワガタが上がってくるまで 4,5 時間ぐらいかかるよってよく。そのあと樹液が一旦流れちゃうとかあるんですかね、うんうん、で当然まだ雨降ってなくて、はい、取りに行ってそこからポツポツ降ってきてガーって降ってきたぐらいはやっぱいるんですよ。あ、当たり前の話なんですけど、まだ隠れてない人たちが、うん、けどそのクワガタが出てくるような時間の前にガーって降っちゃうと一番不利ですよね。大体、うん、あれですもんね、夕立とか。そう最近多いですもんね。多い。しかも半端じゃない雨量が。そうそう一瞬で台無しになっちゃう、この昼までのワクワク感が。中にエアコン効いてる部屋にいて外出たら外なんか涼しいし、ね。まあ雨上がり豪雨の後はこんなんだよっていうのを今回は。シフトチェンジして。そう。大きい。しょうがないんで、いないこともないけど、うん、いないこともないけど数はなんかずいぶんいないいないですね。そんな感じですね。まあけどせっかく来たんでね、この状況をお伝えすることは大事かなと。いや、わかんないですよ、こんな時にたまたまものすごいのが取れるかもしれない。いや、可能性はゼロではない。生命反応はそう、気配がないというのはもうまさにこのことですよね。虫が飛んでいないもん、うん、ここなんかもすごいつくんだけどいらっしゃらないもん。いらっしゃらないですね。でさ、こういうとこにもさ、おればさ面白いんだけどさ、なんか隠れてそんな感じじゃないもんね。じゃないですよね、なんか、うん、穴が開いてればそう土の中に潜っちゃったかなって思いますけど、うん、だってだけどさ、このとこに隠れとってもさ、水がバーッ出てきちゃってさ。ですよね、うん、どこにいるんだ、どこに行っちゃうんだ、こういう時って。意外としがみついとったりね、してね、ミヤマとか、わかんないけど枝の裏側とかですか。あ、そう、もしかするとちょっとポイントを変えてみたんですけど、BG さんが検証したいということで。あ、一応行ってみた。
あれなんですよね、昨日も来られたんですよね、ここに。で、多分全部で10匹近くはこの木に泊まってたってことですか。だから、まあ、他の周りも、はいはいはい、だから少ないってことですよね。そう、少ない。それをちょっと検証したくて。うん、だから昨日来て今日も晴れだったらいるはずですもんね。そうこれではっきりしましたね。ですよね、やっぱそれが答えですよね、これ、うん、雨の影響は間違いなくありますよね。どう、いい感じでしょ。いい感じ。目が光ってるからピンクアイに見える。え、すごい、カブトムシだ。でかい、めちゃくちゃ立派じゃないですかこれ、ね、結構立派ですよね、なかなか。この頭角、うん、頭角を見せてくれ。もう立派だ。最高じゃないですかこれ。そう、僕辛いの結構好きなんでね、一味を追加しましたけど。いやー、食べまーす、バイバーイ。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。